この後が温泉風呂風呂温泉です。風呂行くの行くの温泉です。一汗流したから行きましょうよ温泉。わーい、はい、で最後 V にもその中カメラ持ってガーって行ってなんかこうこう捕まってこんなになっちゃうみたいなさ外観までは行きます来るなね、はい、いえいえありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。すんません。はい、よし風呂行きよう。よし風呂行こう。上から見えますよ。あの皆さんが作業したあれが。ああやばーい。わーわー、そっか私来てないから。あーそこで頑張ってたんだ。です。あそこで頑張ってた。よいしょ。あーなんか嬉しいですね。隣の田んぼのが来てる。大丈夫ですか。まあここで作業してる方は撮ってるから。そうですよね。はい。あの思ってました。ここ降りなくても大丈夫ですよ。思ってます。ああこれ他の二人も他の二人もね経験したことない人なんで田植えとか。はい。キャンプ場。キャンプ。すごい似合ってると思うよ。あ、ゴールデンウィークですね。私キャンプってしたことないって思いました今。テントで寝たことがないです。マジで。はい。ないです。あ、なんか河原の横でバーベキューとかはさすがにやったことあるんですけど、日帰りで。ないですね。あ、これですか。ツリークライミング。歩きでもこれちゃうぐらいです。わあ、いいな、いいな、アトラクション的なサムシング。どんな感じか見に行ってみる。フォアキッズ。すごいお金。わあ、本当だ。もうガンガンなってるな。これがもう。すごい。オンパレードです、うん、なんかお互いにこっちの機材がいいなすごい。車もみんなこういう、まあ大体テンポはこう富山から来ますね。え、マジか富山から来たのか。おお。こいのぼりまでつけて大宮、中浦、大宮、練馬、中浦、あ、このテントも宮崎かっこいい。あ、ベッドある、すごい。あ、足立区、品川今やもうあれなんですか、床では寝ないんですか、ベッドあるんですか。ベッド何でも寝るって言うんだよ。ベッドとマットレスあったみんなね、ほら、まあ、これもここにね、まあ、来るとあの